本当に若いですけど、身長ある、外からも打てるから、やっぱり経験させた方がいい。まあ、絶対いい選手になりそうと思います。だから日本のビッグマンが少ないから、やっぱりこの経験が大きいかなと思います。彼もこの合宿は本当にいい経験にさせるかなと思う。コントロールもできる、シュートもある、判断もいい。もうアグレッシブもやってる。だから本当にいい選手と思います。去年の U19 のワールドカップに、まあ、出たさせていただいた時ぐらいから、やっぱもっとやることをやらないと、やっぱ A 代表にはなれないなとか、あとは大堀の先輩の井上宗一郎さんとかをやっぱすごい見て、まあ、ああいう選手にならなきゃいけないんだなっていうのを自覚し始めたのは去年のその、そうですね、ワールドカップ後でした。はい、まあ、やっぱり小学生の時からも入りたいというふうには思ってましたし、まあ、でも本格的にって言いますか、その本気で目指すって決めたのは、まあ、高校入学した時に本当にこの日本代表でやりたいっていう気持ちが強くなったので、まあ、そのタイミングかなと思います。今回やった合宿でやった練習はチームにもどんどん持ち帰って発信もしていけたらいいなと思ってます。体の強さであったりレベルの高さであったり、まあ、そういう部分が、まあ、体験できたので、まあ、あと1週間ぐらいですけどいい成長につながると思います。